ニューオーリンズの戦いは、1812年戦争末期の1814年12月から1815年1月にかけて行われた戦いである。1814年12月13日イギリス軍がルイジアナ沿岸に到着した。アンドリュー・ジャクソン率いるアメリカ軍は、ニューオーリンズからミシシッピ川下流へコマイルのシャルメットに陣を構え、イギリス軍への先制攻撃を決断した。 アメリカ側の損害、イギリス側の損害、これにより、イギリスの新軍は引き延ばされ、その間に、アメリカ軍は、ミシシッピ側東岸の土塁工事と大砲の設置を、行った。パクナム少将は、イギリス全軍を集結させ攻撃を決断した。地図1月8日、イギリス軍は3回にわたって攻撃するが、アメリカ軍に食い止められた。パクナム少将は3回目の攻撃で負傷したが、 死亡する前に、さらなる攻撃命令を出した。アメリカ軍には、ジャンラフィットと彼の仲間の海賊たちが加わっていた。彼らは、イギリス軍と同じ赤い服を着ていたため、判別が困難であった。そのため何人かの海賊は、イギリスの正体に紛れ込み、奇襲を仕掛けることができた。アメリカ軍の損害イギリス軍の損害パクナム、少々の死後式を継いだジョン・ランバート将軍は、 撤退を命じる。戦闘は1815年1月26日に終了した。実際には約2週間前の1814年12月24日に頑丈薬が調印され、1812年戦争は終結していたのだが、両軍の兵士たちには知らされていなかった。アメリカ軍のアンドリュー・ジャクソンは功績を評価され、あとに第7代アメリカ合衆国大統領に、 就任する。この戦いをモチーフにザバトルオブニューオーリンズという曲が作られた。作詞作曲は学校長で歴史教師だったジミード・ドリフトウッドによる。彼は音楽を趣味としていた。曲は学生が楽しく歴史を学べるように作られたものだったが、この作品は1959年のグラミー賞のソングオブザイ h ーを受賞するほどの評判になり、 この曲を歌ったジョニー・ホートンも同年にグラミー賞ベストカントリーベスタンパフォーマンス賞を受賞した。この作品は1959年のアメリカ国内最高売り上げを記録、この戦いについての映画であるザ・バッカニアーも話題になった。楽曲はザ・エース・オブ・ジャニアリーというニューオーリンズの戦いの日のことを題名にした古いフィドル音楽を元にしている。 ありがとうございます。